そのやー天空のライアがバルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアを僕に貸して。わからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？金融野郎！おい、逃げるな！ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な吟遊指示。統率を諦めたモンドの神、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。